いや結果なんだけどね、でも本当そのスペインに関しては思った以上にヤマルが活躍して、あのアシストとかすると思ったけど、あんなゴラスト決め入れるほど活躍するんだっていうのと、思った以上にあのオルモうまい、ファビアンうまい、ロドリうまいがあるな。てかうまいっていうか、そのなんていうのかな、バックスからのパスが不安定でも強引に収める力が強いって感じかな。うまいのは知ってたけど、あここまでかみたいな。特にロドリとかちょっと異常だね、ボール奪う力とか。だからそのベリンガムのあのオーバーヘッドもそうで、ワトキンスのあのゴールもそうだけどさ、でスペインのあのヤマルのゴールとか、あのニコのあのぶち抜いたやつとか、なんか本当に個で違い作れる選手が多い2チームが決勝来ましたよね。いやオルモはね、どんどんすごくなったね。昔もっとね、うまいしゴール前出てけるけど、持ち味言われるとなかなか難しいだろうなって選手だったのが、あらロドリ誘われてたね。誰だっけ、カルバハルか、うち来いみたいな。まあもともと地元マドリーだろみたいなね。あーゆきくん一番でいいチャットありがとう。イングランド側がヤマルの対応をトリッピーがしないといけないの結構きついです。僕言われてないですけど、結構あのサウスゲートの戦術いいなって思ってるのがあるんですよ。それが守備陣5バックで、赤がイングランドにしよっか。じゃあスペインのイメージもあるけど、どっちのイメージもちょっとある。この序盤と違うのが3節目ぐらいだっけ。イングランドってこのさ 4-2-3-1 で、まあ、スペイン 4-1-2-3 にしよっか。イングランドってこの 4-2-3-1 で攻撃の時に右開く、でトップ下が動き回る、ケインずっとライン上いる、で左はフォーデン入ってきて、ごめんね、フォーデン入ってきてトリッピアが外取ったり、トリッピア上がんなくてちょっとフォーデン、でも大体トリッピア上がってるってなってたじゃん。で攻撃終わって守備の時にはこういうになるじゃん。これで今ゆうきくん言ったみたいに、ここでヤマル対トリッピアが怖い。これある3節目かトーナメント途中ぐらいからか、ちょっと忘れたけどいつの試合だったか。もうかあの守備時5バック、攻撃時4バックを固定したでしょ。この前からのプレスはこの 4-2-3-1 まんま行くんですよ。でも守備の時に坂下がって、この撤退守備、もう相手にファーストプレスかわされたところからこういう風になったのよ。これめちゃくちゃでかいと思うの。トリッピアに対してこのカバーに行きやすいんだよね。これがこの状態だとヤマルがぶち抜きやすいし、ここの間のところに他のインサイドハーフとかが走ってこれるから。推薦からか、そう、相手が5バックだったのにミラーゲーム的にしたのかなと思ったら、これがさ、すごいのが、普通このまんま行って森保ジャパンとかそうだけどさ、前プレはまんないってあるじゃん。前プレの時もずっと 5-4-1 でやってて、もうこの辺回され放題だけど、最終局面ただ点入ってないだけみたいな。でこれが前プレの時にはちゃんとこのサッカーが前出てって、ちゃんと 4-2-3-1 の形ではめんだよね。でここはかわされた時にサッカーをウィングバックする化するっていう、ちょっと今のサッカーの立ち位置だとやらせんのギリギリというか、確的にウィングバックまでやらせられるんだ、まあサッカーがいいやつだからだろうなみたいな、この間配信で話した。でこれ何がいいかって、もうヤマルニコの両ウィングに対しての後ろのカバーがグエイとウォーカーでできるから、そのこれがね、こうサウスゲート戦術家じゃないっていうふうに言われてるんだけど、実際はトリッピアが大外取ってるっていう、ここの部分は正直ちょっと地獄というか、トリッピアってだったらじゃん、盛り上げない長友みたいな、赤なんていうの、こう長友からパリピ成分抜いたみたいな立ち位置になってるじゃん。ちょっと考えてると思うのが、僕このスペインとの決勝を考えてトリッピアのとこをルークショーにしたと思うんですよ。トリッピアだとここきついの分かってるから、だからハーフタイムからルークショー出して、もう最終戦いけるようにしといたみたいな。そうだ、トリッピアは一番自分のスタメンになってる理由分かってて、粛々と与えられた使命をこなすから。だから本当にね、全員がスターだから、トリッピアはその中でもうスターが気持ちよくプレーできるように、みんなこっち側で連携したいでしょ、じゃあ俺が大外取っとくね、ボール来た時にすぐ離すねみたいなやってるんですよ。で逆にピックフォードは、うん、自分もスターみたいな顔してるから、それがおもろいんだけど、本当はピックフォードとトリッピアが違うよって感じなんだけど、ピックフォードだけはちょっとスター側の空気なんだよね。そうだから、イングランド見ながらね、心の中で主人公にするべきはトリッピアっすよ。基本だって、まあ、トリッピア以外の人っていうのは選ぶ、なんて、まあ、トリッピアも選ばれてるからあそこまで言ってんだけど、怪物じゃん、他って。トリッピアは一流選手よ。でも、ベリンガムとかさ、ケインとかフォーデンはもう怪物じゃん、あっち側行くと。ってなると、怪物に才能ある人が勝つというか一緒にやるには、
そう、バイプレイヤーになんなきゃいけなくて、それをトリッピアはやってるよね。トリッピアは本当は俺右足のクロスなんだけどなみたいな、本当は右の幅取らせてほしいんだけどなとかあるけど、そうだからただ並べてるだけっていう時期あったけど、僕はそのトリッピアのここは普通にトリッピア低い位置に置いてストーンズ1列上げて、フォーデン幅取らしての方が両サイドで殴れるからニコヤマル的にできるっていうのは100点だとは言わないですよ、今のイングランド戦術なんだけど、ただこのトリッピア低い位置に置いて、それによるここのフィルターも怖いしみたいなっていうのも、なんかいろいろ一応理由つけようと思えばつけれるから、それでね点取れなくてグズグズいってるからっていうのもあるし、トリッピア使わなくて普通に先場のキャラ使って先場4枚のストーンズ中盤化できるからこういう形で回せばいいんだけど、ただ何もやってないかっていうと、スペインのこの両ウィングの攻撃に対して低い位置ではハイブバックで守って、高い位置ではフォーバックで前プレーかけれるっていう、このサウスゲートがやってるやり方っていうのは全然語られないけど、こここそいいポイントだと思いますね。一番戦術感じるとこだ。それこそあのドイツ戦とかさ、スペイン4バックのままずっとやって両ウィング戻ってるんだけど、しっかり戻ったりサイドバックの背中守るとかしないから、ドイツのさ攻撃があと一歩でさ、やばかったじゃん。めっちゃヒュルクルク外してくれなかったらみたいなし、いっぱいあったじゃん。だから僕は戦術的なこの修正というか上積みで言うと、あのスペインの監督よりもイングランドの監督の方が、デラフエンテよりもサウスゲートの方がしっかりやってると思います。イングランドここに来てテスト期間終わった感じがします。まあアンドレドを使わなくなったところからもうあれなのかなと思いますけどね、ボランチで。でそこでギャラガーかメインヌーかってところでメインヌーしたって感じだね。そう、ウナイシモンはねやらかしてるんだけど、まだ大事になってないだけって感じ。まあでもそれはピックフォードにも言えるからな。でやらかす系のキーパー両チームがあそこ行ったの。守備の時にケインが結構低い位置行くの、これ何なんだろうな。誰を抑えてこうなってんだろう。流れなんかたまたまなってるのが2回連続で俺見てるだろ。あ、戻ってきたね、ケインね。あー、そういうことね。そうかそうか、サッカーはあのウィングバックについてって下がってるっていうよりも、そのまんまね、相手が541だから自分たちも541にして両ウィングバックっていうことにしてるってことね。なんかイングランドって4231で左肩上がりよくやってたから、まあ、基本変わんないんだけど、守備の形をもう完全にはめれるようにしてんだろうなって言ったら、4バックでサッカー下がっただけですのパターンもあるから分かんないんだけど、ケインの下にツーシャドウで左ベリンガム右フォーデンにしてて、で右ウィングバックに下がってしてるから、大外サイドハーフが下がってきて潰してるんじゃなくてウィングバックってことね。そんなつまんないつまんないほどこの試合つまんなくないと思うよ多分。まあ、イングランドにハードル落ちてんのはあるんだけど、5バックに対して5バックにして守備で後手回んないようにするとかね、やってるしな。だしスイスがきちんとボール動かせるチームだから、イングランド奪ってカウンターも発動してるし、だ攻撃陣の形は 4-2-3-1 やるときとほぼ変わってないですね。だからちょっと気づくの遅れちゃった。ただまあ今の形だと 4-2-3-1 見えんだよね、こういう風に。だ前からのプレスのときには、そう、右のウィングバックが上がって、ね、フォーバックの感じでいくから。だからどっちベースにしてるかも説明の仕方で正直違うな、もう。前線からのプレスのときには、フォーバックで 4-2-3-1 でさ、3の両脇とワントップで3バックにはめれるじゃん。で、あと、あれだよな、なんかその、サウスゲートだともうさ、あこの感じだよねっていう、その森保さん的な感じで見れるけどさ、あのロベルト・マルティネスとかだと、いやお前はいろいろ工夫しろみたいなさ、戦術がぶってんだから そういうとこちゃんとやろうぜってなるから、デシャンだとさ、まあこの感じしちゃうかみたいな、でもロベルト・マルティネスだといやちゃんとやれっていう、なんかそこのねキャラでのハードルの上がり下がりはあるよね。僕もそうですけど、そのシチュエーションによってどう動くみたいなのを決めてるだけで、フォーメーション決めてないみたいなところもあるから、ほんと監督によって多分全然スタイル違うんだよね。ミーティングでもその当日は全然戦術的なこと言わないとかもあるし、だからマイプレーの時には多分フォーバックでこのまま行くんだね。これでケインかフォーデンがどっちかがトップ下を抑えるみたいに、低めのジャカを抑える形になって、3バックのサイドは両ウィングは抑えるみたいな、で降りてくるボランチに対しては上がり目のボランチを抑えいってみたいな。ただハーフウェイラインなのかセンターサークル付近になったらとか、ファーストプレスかわされたらファイブバックになるみたいな約束事がある。マイプレーは4バックなんだな。マイプレー4バック、ポゼッション3バック、撤退守備5バックっていう、めちゃくちゃ戦術家じゃんサウスゲートねえ、やっぱバイアスかけちゃダメですよね。今日は戦術家サウスゲート、まあ、いつもやってる可能性あるんだけど、だそれが効果的かどうか別よ。ただマイプレーはと撤退守備で、うん、マイプレーの時にはスイスにこうはめれるから、で撤退だと4バックでやった場合は5トップみたいになったら、相手に対して1人少なくなっちゃってずれられないと失点つながるからっていうので、そこは理にかなってると思いますね。ただ攻撃の時の左大外にトリッピア張っちゃうっていうのは、
うん、でもまあこのシステムやってたら解決できないっていうか、そこは100点目指さないことが大事な時もあるからね。私エオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか？多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアーボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。Come here.